のみさん、こんにちは、シューターです。今回はタルコフのカルティストサークルの話をしていこうと思います。まず一番初めに、皆さんこのツイート見たことありますでしょうか？これ実はですね、僕のツイートなんですけれども、まだの方はね、よかったらツイッターのフォローもよろしくお願いします。この今回、カルティストサークルで激アツアイテム、ラボキー、ラボイエローカード、サニターテープキーっていう、まあ、紙引きをすることができたんですね。で、そのレシピを公開した結果、結構このレシピ再現性があって、誰がやっても最高テーブルに行くんじゃないかってことで、まあ、ある程度ね、好評いただいておりました。で、今回は、そのなんでそういう風になったのかと、まあ、結局カルティストサークルって何なのか、まあ、じゃあどういう風に使っていけばいいのかっていうところの仕様から、まあ、おすすめのレシピまで紹介していこうと思うんで、まあ、ぜひともね最後までご覧くださいということで早速やっていこうと思います。まずはカルトサークルについて説明していきます。カルトサークルは今シーズン実装されたハイドアウトに設置する設備の名前で、スカブケースみたいな感じでカルトにアイテムを捧げるとカルトの信者がそのアイテムに応じたアイテムを自分たちにくれるっていうような感じの施設になっています。で、スカブケースと違うところは自分で納品するアイテムを選べて、いいアイテムを選べばそれだけカルトの信者が価値の高いアイテムを持ってきてくれるっていうところが違います。それではタルコフの大型建造ことカルティストサークル、もう少し詳しく解説していこうと思います。カルトサークルはサクリファイスのボタンを押すと左に生贄テーブルっていうのが出てきます。これ生贄テーブルに最大で5個までのアイテムを生贄に捧げることができます。で、あくまで5個単品としてカウントなので、例えばリグとかカバンとかの中に物いっぱい詰めて福袋みたいにして1個ですよみたいな感じのができなくなっています。あくまでリグならリグだけ、カバンならカバンだけで5個までです。で、もし価値をモリモリにした場合は武器は1つの武器としてカウントされるんで、1個の武器をフルカスにしていらんアイテムまでつけてカスタムモリモリにすれば価値の高いアイテムとして単品で納品できそうです。で、この生贄テーブルの中に入れたアイテムの合計が価値として決まるので、極端な話5万のアイテム1個だけ入れるのと1万のアイテム5個だけ入れるのは同じ価値として算出されるみたいです。なんですけど、まだこのどのアイテムがいくらいくらの価値っていうのが正確に解析出てなくて、実践値なんですけど武器とか紫背景のアイテムが価値が高めに評価されてるみたいなので、おそらく見せ売りを基準にして価値を決めてるのではないかという話にはなっているんですけれども、まだちょっとこの辺はよく分かってないです。で、逆にはちゃめちゃに高いビットコインとかレドックスとかアイテムケースとかを入れたからといってめちゃくちゃいいものが返ってくるかっていうと、そういうわけでもないらしいです。カンコレも資材を999ずつ入れたからといっていいやつが出てくるとは限らなかったので、タルコフのカルティストサークルもより安いアイテムでどれだけ価値の高いアイテムを引っ張ってこれるかっていう、まあ、レシピみたいなやつが、まあ、かなり大事になってきそうです。まあ、今回僕がツイッターで挙げたこのヤマトのレシピ見っけたぞっていうのも、かなり安めのコストでいいアイテムを引っ張ってくることができたんで、まあ、評価されたんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、一応今日この後にもね、いくつかのレシピ例紹介しておくんで参考にしてください。で、そのどれだけいいアイテムを納品できたかっていう価値の算出なんですけど、カルトが返礼品を持って帰ってきてくれる時間でおおよそ推察することができます。僕が確認した限りだと1時間、4時間、6時間、8時間、10時間、12時間、14時間が僕が実際に確認した値になってます。で、おそらくなんですけど1時間と6時間は特殊テーブルだと思います。なので実質的な価値としては4時間、8時間、10時間、12時間、14時間が、それぞれティアが上がれば上がるほど、まあ、伸びるというような感じだと思います。1時間の時っていうのは、フィギュアを捧げた場合ですね。カルトには特殊なレシピがあって、例えば、カルトの置物を捧げると、カルトナイフが出てきたりだとか、キラのフィギュアを納品すると、キラヘルメットが出てきたりみたいな、特殊なテーブルっていうのが存在しています。これも後々紹介するんですけど、この特殊なテーブルは1回しか使うことができないテーブルになってるんで、1回やった後は、まあ、通常テーブルにね、戻ってしまうらしいです。まあ、初回限定のボーナスみたいな感じですね。これはね、もちろん後でレシピ載せておきます。で、もう一つ、これが一番大事だと思うんですけど、この6時間の建造パターン。これが、まあ、ヤマト建造における丸湯みたいな感じで、まあ、めちゃくちゃいいテーブルなんじゃないかと、個人的には思っています。というのも、カルティストサークルは、1回の生贄、つまりこのサクリファイスの価値が一定の価値を超えると 25%、 4分の1の確率でアクティブになってるタスクだとか、まだ作っていないハイドアウトに使うアイテムっていうのを持ってくる仕様になっています。僕がツイッターに上げたヤマトのレシピでやると、ほとんどの人が14時間なんですけど、何人かに1人がなんか6時間しかできなかったんですけど、でもタスクナイテム持ってきたんでよかったですみたいなツイートをめちゃくちゃ見ました。おそらくここに該当してるんじゃないかというふうに思います。レシピは合ってるのに6時間だけになった人は、それむしろタスクで使うアイテム持ってきてくれるグッドテーブル、特殊テーブル引いてるんで、それはそれで当たりだと思います。で、カルトサークルの進化っていうのはここにあると思っていて、例えばサンプルの注射ラボまで取りに行くのおっかないよとか、
カッパのタスク、あと財布だけなんだけど、財布マジで出てこないみたいな時に、カルトサークルに納金しまくると、25% の確率で、そのタスクのアイテムを持ってきてくれるっていうのがあるおかげで、まあ、今シーズンはタスクに沼らなくなるんじゃないかというふうに思っています。なので、レシピ6時間だったんだけど、失敗かなみたいな人は、おそらくそれ、失敗ではないと思います。で、このカルティストサークルに捧げるアイテムの価値っていうのは、スキルとアイテムで増加します。一つ目が、ライトキーパーのタスク進めた時にもらえる、カルトのアミュレットです。これ以前は、カルトから攻撃されなくなるっていう効果しかなかったんですけど、カルティストサークルに捧げると、アイテムの価値を、まあ、追加で、まあ、どれぐらいかは解析できてないんでわかんないですけど、まあ、追加でね、上乗せして評価してくれるそうです。あとは、スキルのハイドアウトマネジメントっていうスキル、ハイドアウト管理のスキルを上げておくことによって、この価値っていうのを高めに評価してくれるらしいです。どのぐらい評価してくれるかごめんなさい。ちょっとまだ分かってないです。解析待ちかもしれません。で、次は特殊レシピについてです。特殊レシピはアイテムの価値とかじゃなくて、このアイテムを納品すると必ずこれが出てきますよっていう、まあ、固定パターンのね、演出っていうのがあるんですけれど、これは一人一種類ずつしか使うことができません。これちょっと前に有名になったのが、キラのフィギュア捧げるとキラヘル出てくるぞみたいなやつもあるんですけど、これも、特殊配合パターンになっています。一人一回しか使うことができないんで、まあ、一回やっちゃった人はね、もう終わりなんですけど、結構いろんな種類があるので、参考にしてみてください。まあ、基本的にはフィギュア類が多いですね。まず、カルトフィギュア1個納品すると、スカルマスクが出てきて、5個納品すると、カルティストナイフが1本出てきます。で、さっき言った、キラ、タギラ、リシャラのフィギュアに関しては、キラがキラヘルとマスク。タギラがタギラマスク、リシャラがキンティティは出てきます。で、デンのフィギュア、ムトケビッチのフィギュアだと、ベアードオイル、赤ひげ、それから、ウォッカが3本。スカブフィギュアとリジーフィギュアでは、スカブリックとスカブベスト。リジーの方では、オブドロボスと砂糖がもらえます。ベアユーセックのフィギュアでは、グリズリーとトルーパーアーマーがもらえて、特殊パターンでいくと、ビットコインと LEDX なんかも特殊パターンに当てはまっています。ビットコインは、グリーンバッテリー2つとテトリス2つに変換されて出てきて、LEDX は、ブルーインテリが出力されてきます。で、面白い例でいくと、アンハードのガンマコンテナを納品すると、EOD のガンマコンテナが出力されてきて、カッパコンテナを納品すると、ウエストポーチが出力されてきます。で、これウエストポーチ見たことない人もいるかと思うんですけど、ごくごく稀にハイドスタッシュとかから出てくるアイテムで、このウエストポーチは 2×2 の4マスしかないので、カッパコンテナ捧げるのはやめた方がいいかなというふうになっています。で、さっきも言ったんですけど、これらのアイテムは1プレイヤー1回しかやることができないので、うっかり見せ売りとかしちゃって、ボスキルタスクの納品で使えなくなっちゃったみたいなことをならないように気をつけてください。まあ、一応豆知識として、このハイドアウトにいる間はカルティストサークルからアイテム受け取ることができないんですけれど、一回出撃して出撃のキャンセルかければ、それでね、もうハイドアウトにはいなかったことになるので、戻ってきた後にカルティストサークルの中身受け取ることができます。はい、これ戻ってきた中身です。前回ツイッターにあげたヤマトのレシピをそのままそっくり、やって6時間になってタスクのアイテムが出てきました。なので、おそらくこの説ってのは間違ってないんじゃないかなというふうに思います。そして前回ツイッターに入れたヤマトのやつだと武器のカスタムがかなり大変なので新しいのを用意しました。用意するのは AK545 のロングモデルとモデル700、これどちらも店で買った状態のままのものにプレートを外した MMAC とキャベツヘルメットを用意すれば大丈夫です。なんでサグ AK545 を採用してるかっていうと、この銃フリマの価格が安いのに対して店売りの値段がかなり高めなので、もしかしたら価値高く評価してくれるんじゃないかなと思ってこれでやってみました。フリマで買ったアイテムが同じカスタムになっているかどうか確認するためには、エディットプリセットのオープンのところからデフォルトプリセットを開いてオープン、この時に変化がなければ、ここにね、更新することがなければ、こんな感じで更新できないよ、このままだよ、店で買ったやつと同じだよっていう風に教えてくれるので、不安な人はオープンからデフォルトプリセットを選んで同じかどうか確認するようにするといいと思います。というわけで店で買った状態のアイテムが5個で揃いましたので捧げます。順番は関係ないと思います。ではやってみます。今回のこのカルトサークル納品で14時間になったので、今回使ったレシピも最高テーブルにいるんじゃないかと、新たなヤマトレシピ、いや、大砲レシピと言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひともね、こっちの方が多分簡単なレシピだと思うんで参考にしてみてください。で、これめちゃくちゃ余談なんですけど、このカルティストサークルってハイドアウトのここ入り口なんですけど、入り口のさらに手前、北海道民が言うところの玄関フード、北海道二重玄関なんですけど、玄関フードに当たるところにカルティストサークルっていうのが設置されてるんですよ。今まではここまでだったんですよ、ハイドアウト。このセキュリティで止まってたんで、実際に中移動してみると、まあ、ここにね、スカブが物持ってきたよっていう時に、まあ、連絡取るスカブのケースがあって、今まではここまでしかなかったんですよ。こっからそのハイドアウトの入り口の様子が見えるよっていうセキュリティのね、だったんですけど、今シーズンから行けるようになってて、
この外側にカルトサークルがあるんですよ。ここ自分家のドアね、ここは開け閉めできるんですけど、ここは開けられないんですよ。おそらくここが外に繋がってる道だと思うんですね。ってことは、自分がレイド行っている間に、ここからね、出撃するぞーってトコ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 ってきて、自分がこっちいなくなってる間に、カルトの信者が入ってきて、うわ、この家今日めっちゃ捧げ物してやる、激アツじゃん、お礼に物を置いて帰ろう、みたいな感じで、カルト、なんか、ヤクルトのおばさんみたいな感じで設置して帰ってるってことじゃないですか。途端にカルトをめちゃくちゃ身近に感じません？で、カルトに関しては、おそらくライトキーパーが一枚噛んでて、タルコフのストーリーとかにも、まあ、かなり食い込んでくる存在だと思うんですよ。タルコフのストーリーに関しては僕以前にタルコフのストーリー解説の動画いくつか上げてるんで、よかったらそっちの方ね、見てみてほしいんですけど、ライトキーパーっておそらくテラグループ実装に関わった、まあ、結構な重要人物のおっさんで、その重要人物のおっさんが、まあ、カルトとね、まあ、仲良くしてるっていうことは、カルトも何かしらの、まあ、テラグループ関係の大いな利子が働いてるんじゃないかってことでね、まあ、ストーリー解説勢からするとちょっとでも、まあ、何やってるかって情報ね探りたいところではあったんですけど、まあ、まさかね、カルトの信者がねこんななんかヤクルトのおばさんとかみたいな結構お手軽に各家庭回ってるかと思うと、まあ、ちょっと可愛いですよね。ということで今回の動画は以上でした。ヤクルトめちゃくちゃ美味しいので皆さんもぜひ飲んでください。それでは皆さん良いタルコフライフを。お疲れ様でした。バイバーイ。まあ、道民としては活言も結構捨てがたいんですけどね。